ピラティスで育むボディセンス、呼吸と体幹のコーディネーション編です。担当します。浅見由紀子です。アシスタントは村松幸子、ダブル幸子でお送りいたします。よろしくお願いします。この講座では、筋や骨の位置をクライアント、もしくはクラスの参加者、ご自身が触っていただくことで、感覚を高め、指導をしやすくし、 効果を高める方法についてお伝えします。また体幹の安定の要となる腹腔内圧についても理解を深めることができるように進めてまいります。是非見ながら一緒に動いて感じてみてください。この腹腔があることで体は安定することができます。多方向からの圧力にも非常に抵抗することができます。 そのまま脇の下の方にこう手を触れていただいて、そう。この辺をよく触っていただくと、中の方に肋骨がいて、上の方に筋肉や骨がいる。そこに意外と隙間があるのも感じてもらうと良いでしょう。そして、横隔膜が上がった分の方向にも腹具がちゃんと移動できる。それが大事になります。この大天使の軸で、はい、どうぞ足、ももが動きます。ゆっくり吐き続けながら足をリズミカルに 動かします側面後方に空気を入れてもらい脇を緩めゆっくり深く息を吐きながらこのままの形で足をタッチします指先を軽くタッチしたら戻してもらいます背骨を動かす前はこうまっすぐ平らに沈んでいてお休みをしている状態がとてもいいですここにたれつ筋腰につながるタれツ筋の 筋肉が非常にここにたくさんあります。その先に脊柱起立筋がありますね。この辺すごく重要なポイントなので仙骨の位置は今一度こう例えば指を三手を三角にしてください、はい、ちょうど肩から肘の間の長さのちょうど上から3分の1ぐらいのところをこう横から回してきてもらいますそうすると胸が横に広がりやすいですねこの状態